オロミドロがクソモンスみたいな風潮を絶対認めない。はい、ってなわけで、モンスターハンターサンブレイクディザー映像2が来ましたよと。最初時間見た時さ、1分しかないから、わー、1分じゃ短いと思ったんだけど、BGM クソかっこいいし、新キャラクソかっこいいしで、普通に満たされたわ。行ってみましょう。さあ、まずは新モンスター、氷楼竜ルナガロンと、どうやらこいつは、月の光を浴びると、なんか、ザボアザギルみたいにね、ちょっと氷属性をまとうみたいな。感じなのかな、見た感じね。で、まあ、月を見て姿を変えるっていうのは、狼男だね。メルゼナが、まあ、西洋のヴァンパイアとか、吸血鬼がモチーフになってると思うんだけど、このルナガロンは、狼男がモチーフになっていますよと。こいつ、最初はマガイマガド骨格なのかなと思ったけど、よく見たら飛びかかち骨格だね。まあマスターランクの初期面だよね。アイスボーンのマスターランクでいうブラントロスとかバフバラとか、その立ち位置だと思う。すげえかっこよく紹介されてるけど、まあ、ほんと飛びがかちぐらいの強さじゃないかな。んで、こいつは、5体目のガロン族だね。みんな大好き、オドガロン。で、ルナガロンで、実はフロンティアにあと3匹いるんだよ。カムオルガロンと、ノノオルガロンっていう、まあ、夫婦だね。オスメス一緒に行動してる氷属性のガロン族がいるんだよね。で、もう一体、オルガロンたちが、火山に適応して変異したみたいなモンスターのミドガロン。まあ、全然違うんだけどね。このミドガロンってモンスターなんかもう瞬間移動しまくって、全く違うモンスターなんだけど、で、いますよと。この、謎のこのガロンシリーズに、新しい一体が追加されたと。さあ、そしたら次は新キャラクターだ。この子がね、かっこかわいいんだよ。カタレゲン使いだね。西洋の騎士って感じだね。いや、なんかあれだな。モンハンで、こんな何ムービーでさ、バトルシーンみたいなのあるの初めてじゃないの？ライスあったっけ？ね、他のキャラクターが剣をこう、ブンブン振り回すみたいな。いや、ライズもないな。初めてだよ、これ。で、この新キャラを、ロンディーネだーって、勘違いしてる人が、巷に99億人いるんだけど、ロンディーネのお姉ちゃんだね、このキャラクターは。これなんでかっていうと、もう公式から出てるんだよね。ロンディーネのお姉ちゃんは、騎士を、やってるにゃみたいな、なんか、アイルがそう言っとんねん。まあ、これはあれだよね、ロンディーネの戦闘モードみたいな感じで、勘違いする人は、それはいるよな。イヤリングも一緒だし、髪型もね、外跳ねしてるだけだからね。まあ、間違いなくでも、姉だね。騎士だし。でね、またね、こう、妹と姉っていう姉妹なんだよね。で、日の江と港もそうだったじゃん。なんかこの、モンハンライズってゲームは、少し姉妹に、焦点を置いてるんだよね。知らんけど。で、このロンディーネの姉さんが出てるシーンの BGM がマジでかっこいいの。概要欄に貼っとくから見てほしいんだけど、マジでかっこよくて、なんなんだろう、この BGM。メルセナの BGM は前のティザー映像1で公開されてるから、メルセナの BGM ではないんだよ。で、かといって、このルナガロンの BGM でも絶対ないの。専用の BGM をもらえるわけがないから、マスターランクの初期面がね。安塚滝とか、オロミドラでさえ専用 BGM はないわけだから。だから、まあ、アイスボーンのその、トゥーン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 みたいな、メインテーマなのかなとも思ったんだけど、どう考えても、戦闘 BGM なんだよね、流れが。何なんだろうね。これ、新マップの BGM の可能性あるね。そのマップごとに戦闘 BGM ってあるから、でも、そのマップで戦うごとにこんな BGM 流れたらもうあれだけどね。なんか、もう沸騰して俺期待になっちゃうわ。BGM の話で思い出したけど、そのライズだとさ、モンスターと出会った時、ビア法師がなんか、チリも積もれば山となるみたいなこと言ってたじゃん。そうじゃなくなったっぽいね。まあ、ムービーも、その西洋に合わせたんだろうね。ルナガロンのだってこれ、当初ムービーでしょ？ちょっと違うやな。まあでもこっちの方が好きかな、俺は。もちろんビア法師の和風な感じもね、めっちゃ好きなんだけど、なんか、モンハンはこっちの方が合ってるなーって思うわ。完全に主観だけど。さあ、そして最後だ。
船で海を渡って、西洋の方に行くんだろうな。新拠点エルガード、これちょっと綺麗すぎない？サマー2020に待てない。夏まで待てない。いや、エルガードいいね。ビジュアル最高だわ。山がいいね、山が。これは拠点じゃないけど、山込みでいいわ。あのね、モンハンの拠点は、やっぱり海が近場にあると、めちゃくちゃ映える。つうか、この船のシーン見てよ。もう海が綺麗。潜りたい。潜りたいよ。まあ、これもう俺、何回も言ってるけど、サンブレイクの次のモンハンは、絶対俺 PS5 で水中モンハンだと思ってるから、まあ、そこは、待ちましょうよと。そういうことですよね、これ。はい。てなわけで話したいことは全部話したかな。なんか一個ぐらいすっぽ抜けてる気がするけど、まあ適当にどっかでね、配信とかで話せばいいや、忘れてることがあったら。はい。BGM が死ぬほどかっこいいから、概要欄から見てみてくれ。俺もう10回見たよ。1分だからね。10分あれば10回見れるから。はい。ということで、次は多分2月かな？ 2 月あたりの PV1 でお会いしましょう。さらば。